さて、今回スマブラ団体戦をやっていきたいと思います。まあね、団体戦のルールとかいろいろ詳細は後々説明していくとして、まずね、今日一日一緒に戦うチームメイトを考えていきたいと思います。これめっちゃ大事やからな。よし、このチームでいきます。上からリンク、サムス、ウィーフィットトレーナー、キングクルール、ロボットって感じですかね。まあ上二人は剣士、遠距離って言って無難で選びました。で、下三人なんですけど、まあ、ウィーフィットトレーナーが、まあ、トレーナーとして、後ろから僕たちの、まあ、監督兼コーチみたいな感じで指示してくれるかなと思いまして、選びましたね。で、キングクルールがペット枠です。愛嬌が欲しかったんで。で、ロボットが、まあ、埋め合わせですね。先ほど僕が作りました。それで、まあ、続けて説明していくんですけど、アイテムが全部 OK。出てくるスマブラに掲載されてるアイテム全て使えます。おい、クッパ攻撃すんなよ。攻撃すんな。おい、ルール説明中だ。誰君、ほんで。誰や君。知らん。誰君、誰や。で、ここ。ステージが時間で経過して変わります。二つかな。こことさっきのステージ交互で移動していきます。クッパ、ルール説明中です。ルール説明中。ああ、生きてます。ちょ、こいつだけやるわ。こいつ、ごめんな。こいつだけやらなあが。僕、こいつだけはやらなあが。ま、ルール説明してる言うてたん。許されんわ。ルール説明続けますね。で、最後、おかわりストック制なんですけど、見てもらえればわかる通り、やられたら、時報のやつが出てきて、勝った方はそのまま勝ち続けますね。で、負けたら次のやつが出てくる。勝ったらそのまま。負けたら次のやつ。で、全員倒した方が負け、全員倒された方が負けって感じですかね。まあ、以上ですかね。わかりにくかったかもしれんですけど、まあ、譲るしてください。とりあえず、このレベル1軍団、ぶっ倒したいと思います。おらー、うでー、よし。まあ、以上がルール説明、チュートリアルです。分かっていただけたでしょうか。こっからはガチでやっていこうかな。よし、やっていこう。まずはお任せレベル9軍団ね。いきます。さあ、お任せレベル9軍団との戦いということで、序盤は絶対先制を取ろう。先制取っていい流れに乗ってほしいですね。さあ、ロボット対リュカというキャラの戦いということで、ハンマーが落ちてきました。そんなところではありません。ハンマー、お前何取られてんだよ。何取られてんだバカが。取り返せ、死ぬ気で取り返せ。そのハンマーぶん乗れ、ぶん乗れ。頭ぶっただけ、ぶっただけ。落とした。落とした。取れ。取った。頭ゴーンってやれ、ゴーンって。頭乗って叩き割れ。叩き割った。もう一発叩き割れ。叩き割りました。やったー。いい。素晴らしい。先生取った。いいや、やるや。やるじゃないか。お前にしてはやるな。さあ、ソニック対ロボット再生。ドラグンを取っていく。なんだと。当てるのか。当てちゃった。勝った。勝っちゃった。ソニックを倒していくのか。そしていいマリオ、これは勝たなあかんな。ニンテンドー代表を引きずり下ろす。その必殺技絶対取らしたが、マリオが調子に乗らせるな。そのハゲ、そのおっさんと調子に乗らしたあかんて。赤星引っ張ったげ。赤星引っ張ったげ。頭引っ張ったげ。ステージが入れ替わりました。どうなる。かわせよ。かわした。いいよ、そこかわしたん。でかすぎる。一旦落ち着こう。サムスで稼働。いける。うわ、ここで引き寄せるアイテムにやられたな。でも何か、お前何か持っている。何かこいつ持っている。サムスが何か持っている。なんだそれは。何だ。さあ、その力を見せてくれ。竜巻だ。なんだその、自然災害のような武器は。やばすぎる。マリオ、なすすべなし。いいよ。なんか気分が良くなってきた。マリオ、吹っ飛ばされたら。倒せ。そのまま倒せ。倒せ。いける。そこでもう一発自然災害、ホーンやで、ホーン。あー、自然災害第2弾、ボーン。よーし。いいよ、お前ボロ勝ちやないか。もうサムスに完投しよう。サムスに勝とう。いい。
自然災害持ちです。お前の自然災害持ちです。自然災害対自然災害、どっちが勝つのか。僕の自然災害勝て。あ、俺の自然災害玉切れです。玉切れや、玉切れや。落ちるなよ、落ちるなよ。よしよしよし、いいよ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 。離れろ、その自然災害を離せ。もういらん、それはいらん。お前じゃ勝てない。いらんから、相手のやつ血が強いから、ゲーム&ウォッチひねり潰してそれ奪い取れ。フライ、いい、当てろ。カスー、カスだ、当たり、カス当たり。ちょっとゲーム&ウォッチの足が焦げただけや。あかん、あ、なんか電気技がおるです、電気技がおるです。あ、消えた。ゲーム&ウォッチはまだ自然災害使っている。危ない。あ、ゲーム&ウォッチ自然災害捨てました。なんでアホなのか。ケイシーが来た。ポケモンのケイシーです。こいつの特性はですね、相手を場外に瞬間移動させるっていうやつなんですけど、はい、案の定戸惑っています。やめろ、やられちゃった。くそくそ、リング頼む、いける。ゲーム&ウォッチなんかに負けたか。そんな顔も描いてないようなモブキャラみたいなやつに負けるな。絶対負けるな。倒せ。サッカーボールです、サッカーボールです、サッカーボールです。ワールドカップを思い出せ、ワールドカップを思い出して、思いっきりコーンって蹴ろ、コーンって蹴って、コーンって蹴って当てたら、おらいいやん。ボールなんていりません。時代は剣、時代は剣だけでいい。剣で全てが解決する、解決させろ、解決、解決しちゃった、解決しました。いいね、解決した。あの叫びすぎて腹筋が痛いです。関係ないか。ピカチュウだ、そのネズミ倒した勝ちですよ。こいつ倒したら終わりやぞ、こいつ倒したら終わりやぞ。もう一回言う、仲間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 出せ、仲間出せ、仲間。そいつはなんだ、クレーンゲームだ、クレーンゲームだ、クレーンゲームが、クレーンゲームが僕とコラボしてくれました。絶賛コラボしてるので、やめろ。あ、余計な話俺がしてるからごめん、俺が変な話したから、すまん。当てろ、俺の仇を取れ、俺の、あれ、勝ち。まあね、レベル9に勝てるってことは分かったんで、とりあえず最後はこの脳筋チーム対うちの精鋭チーム一番だってことを証明したいと思います。いくよ。さあ、2回目の戦いは脳筋ゴリラ軍団ということで、私先ほどの戦いで喉を使い切ってしまい、喉がもうカレカレで何も喋れない、しんどい、疲れた。どっちが勝とうが負けようがどっちでもいいです、まあ、そんなことは冗談なんですが、モンスターボール出して回る前にですか、この爆発をうまく当てれたらいいですけど、こんな技術僕にはありません、残念。さあ、アシストフィギュア何が、おら、読んだあかん、間違いです。あの、帰ってください、あの、リュウさん、ゲオレンス変えてください。変えてください。ゲームバランスが崩壊する。勝てるのかな？ゴリラどうするのか？ゴリラ、逆に敵チームを応援したくなる。ゴリラがどうするのか？どうやってこのリオレウスをゴリラが倒すのか？見ものですね。見ものですね。逃げろゴリラ、逃げろゴリラ、逃げろゴリラ、逃げるんだ、当てろ、必殺技、ゴリラー。どっち応援してんねんって。ごめんね、ごめんね、俺ごめんな、こっからちゃんと応援するわ。さあ、2回戦クッパ対戦というわけで、んー、まあクッパは結構力が強いですね。まあ脳筋軍団なんで当然なんですけど、さあ、リンクのくせに銃を持っています。使うのか使わない、クッパ、いや、リンク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 、その必殺技当てようか、その必殺技絶対に当てようか。当てないと僕が許しません。切腹させます、絶対に切腹させるからな。お前それ当てるの絶対切腹ですからね。はい、切腹。普通に外すやんけ、どんなタイミングで歌っとんねん。歌ってる、いや、歌ってんねん。さあ、クッパの炎を吐いて、ドラグーン、君ドラグーン揃えるの好きね、当てるの、当てちゃった。よーし、百発百中だぜ。その通りだね。じゃあ、アシストフィギュア出てきました。アシストフィギュアを絶対取ろう。何出すかな、何出た、何が出た。なんかうちのチーム多くない、なんかうちのチーム3対1なんですが。いきようです。はい、失格、君失格です。3対1失格です。多すぎます。当てます。それ必殺技も使う気か、味方失格、失格すぎ。仕方めちゃめちゃ。よーし、まあギリ失格許そうか、ギリ失格許しますわ。必殺技取ったんやったらね。さあ、取り返せ、取り返して失格もう一回しよう。失格じゃない、逃げろよ、逃げろよ、逃げろ、逃げろ。アシストフィギュアに目がくらんではいけない、目がくらんではいけない。バカ野郎、そういう失敗すぐするんだから。さあ、ワニの力によって相手チーム 113%、 もう吹き飛ばせますね。さっさと吹き飛ばそう、そいつの顔はもう見飽きた。さっさとリ、やって思った。リトルマックさん、いいパンチ持ってますね。早く退場してください。回復しすぎ、え
僕も戸惑ってるし、やってる僕も戸惑っています。回復しすぎました。今までの努力が全部パーやれ。あーいいや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 、もう吹っ飛ばして、そいつさっさと吹っ飛ばして。イライラしてきたそのボクサー、ゲノセクトグだ。何してくれる、何してくれる、お前何してくれるんや。お前は何もしない何もしない。ちゃんと当てろ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 。当てない。何がしに来たんや、帰れ。さあ、どれかそこで復帰できないか。お前リトルマックムカついてきたな。何が復帰な、何それ、なんだその鳥は、なんだそれは。鳥はかわせかわせ、鳥は離れろ。離れたら全然いける。リトルマック早く飛ばして、早くリトルマック飛ばして、リトルマック早く飛ばして、パンチするな。足飛びギア、足飛びギア、足飛びギア、ナイス、よく取った。なんだそれは、何する。おっと、ここで時が止まった。いや、時がゆっくり。ナイス、よくやったー。リトルマックもう二度と出てくんなよ。そこで敵チームはリドリーというわけで、かなり厄介な技を持っていますね。僕はこのキャラ敵として出てきたら最悪で、めちゃくちゃ嫌いです。自分が使う分にはいいんですけどね。やったれた。アイテムってすごいねさあ、もううちのチームあと2対2ですかね。いい勝負してるけど、まずい。これ本物、これ本物。いやー、そこまで取られた。やめて、かわせ、かわせ、かわせ。あー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 、さよなら。生きてる、生きてる、生きてたら何でもできる、生きてたら何でもできる、生きてたら何でもできる。ウニ気をつけろよ、ウニ気をつけろ、ウニ気をつけろよ、もうウニ気をつけろよ、ウニ気をつけろ、ウニ気をつけろ。真ん中確かにめんどくさい、気をつけろ。今日何しようよお前ウニ何してんねん、何してんだお前。ウニに気をつけろって何回も言っただろう。モンスターボール、メタグロス出現。何しに来たんですか。メタグロスが、メタグロス2秒で退場しました。2秒もかかってないか。さあ、モンスターボールから何が出てきた。ウニだ、ウニが出てきました。ウニに気をつけろ、ウニはトラウマです。いい攻撃、いい攻撃、いい攻撃、いい攻撃。稼ごう稼ごう、もう2対1やからな。後がないぞ、後がないぞ。取れモンスターボール、何が出てくる。ぽいぽいぽい、どこにあった。消えていくモンスターボール。くあー、モンスターボール惜しいな、今の取ってたな。うわー、いいビームだ、いいビーム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 。もう飛ばそう、もう飛ばそう。そこでリドリー倒さないと、ちょっときつい、ちょっときつい、ちょっときつい。あ、やばいやばい、ちょっときつい、ちょっときつい。リドリーそこで飛ばさないと。飛ばしてくれ、飛ばしてくれ。83、全然飛ぶ。一発ゴーンってスマッシュ打ったら、スマッシュ打ったらいける。そんなんやらんでいい、スマッシュ。そんなアイテムに構うな、スマッシュを打て、スマッシュを打て。どうでもいいからスマッシュを打て。弱攻撃はいい。あれ、リドリーさんどこ行くんですか。あら、どうでもいいからスマッシュ、そこでスマッシュ、そこで。いいねいいねいいね、いいいいけどスマッシュ、いいけどスマッシュ。そんなことよりスマッシュ。あ、早く早く、もう早く。じれったいじれったい、スマッシュ打て。フラワーはいいからスマッシュ、早よ打て。イライラしてきた、早く。よし、ようやく俺の言うこと聞いてくれたか。顔がいいね。さあ、ここでいけるよ。77やったらなんとかなる、なんとかなる。落ち着こう、落ち着いて。ダメージ、いいダメージ稼ぎ、いいダメージ稼ぎ、いいダメージ稼ぎ。アイテムいらんよ、アイテムいらん、アイテムいらんよ、アイテムいらんよ。お前が取るんかい、お前が取んのも違う、お前が取んのも違うわ。引っ込め、あー、くそ。ゆっくり書いてこい、ゆっくり書いてこい。なんかついてるね、ロボットのくせに。なんかついてるね、ロボット改造しました。うわ、そのスマッシュ当たらんのか、そのスマッシュ当たらんのきついね。当てろ当てろ当てろ、ちょっとずつでいい。チバチバ攻撃していけ、チバ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 。お前大技してくるな、その必殺技は確実に当てなければならない。どうだどうだ、当たってる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 。逆ー、めっちゃ逆ー。アホタレー、アホタレすぎる。お前それが千載一遇のチャンスやったやろ、何にやられてるんだ。負けたー、くそー。